はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。いや、春ですね。ほんまにすごい。千代田区25度ですよ。この部屋も25度ぐらいかな。いや、窓開けっぱなしでね、日も照ってですね、いい感じですね。お昼にビールいっぱいいただいてですね、ふわわーんとしてますけども、はい。株式市場ね、日経平均はただいま240円高。なんで今日は先物とこんなちゃうの？よう分からんわ。まあ僕も株は素人ですけどね。ドル円は117でね、アメリカのね、金利が10年利回り 2.04 って 2% に乗ってるんですよ。原油は106ぐらいで安定してますね。ドルもね、頑張ってる。もうものすごく今日は頑張ってますよ。今ね、1239.79 でして、1240はいかさへんでっていう、もう実際言ってるんですけどね、1241まで今日言ってるんですけど、いや、円がね、円が安いのに、ウォンがね、頑張ってるっていうのはですね、だから頑張ってるということですよ。うわーっと頑張ってますね。でもまあ多分崩れるでしょうけど、その他は特に大きないんですね。で、中央日報でございまして、お隣さんのメディアですね、有力メディアにこんな記事が載ってまして、これは今日の朝の7時02分に出た記事です。5兆ウォン打って韓国から手を引く外国人投資家、株式保有率6年来の低水準にということですね。ちょっと相変わらず、無駄に長い記事なんですけど、最初の方読みましょうか。外国人投資家の韓国証券市場からの離脱が尋常でない。外国人投資家はウクライナ情勢が悪化したこの3週間にコスピとコスダックで5兆ウォン以上売ったと。韓国のウォンっていうのはですね、1割にしたら円になります。大体ね。大体ね。だ5兆ウォンっていうことは5000億ということだとね。まあええやん、それぐらいと思うんですけど。個人投資家が8兆ウォン近く買ったのと正反対の動きだ。13日の韓国取引所によると、外国人投資家は先月18日から今月11日まで、コスピ市場で株式5兆を968億ウォン相当を売り越した。コスダック市場を合わせれば、外国人投資家の売り越し額は総額5兆4198億ウォンに達する。これに対して、コスピは同じ期間に2744.09 ポイントから2661.28ポイントに 3% 下落したと。今日もっと下落してますよ。ね、コスピね、今ね、2643でして、まあ、まだ言うてもほんの大したことないですけどね。僕は2500割ったらこれ危ういと思うんですけど、今日のですね、ドルウォンも今も 1239.77 とですね、1240以下さへんでっていう、こう見えてますね。売り越しはサムソン電子が1兆6987億ウォンと集中した。まあ、うにゃうにゃうにゃって書いてますね。ちょっと飛ばしまして、外国人投資家の売り構成は最近のことではない。外国人投資家はコロナ禍が始まった2020年から韓国株を恐ろしい勢いで売ってきた。2020年1月から昨年10月まで54兆ウォン以上売り越した。まあね、飛ばしましょう、飛ばしましょう。韓国が輸出とエネルギーなど対外依存型経済構造の上に、安全資産であるドルに対する先行拡大でウォンが下落した点も外国人投資家の売りを煽った。外国人投資家はドルをウォンに変えて韓国市場に投資するだけに、ウォンの価値が下がれば投資部に対し為替差損を負うと。いいか書いてありますね。最後の方行きましょう。個人投資家の買い傾向が続くのは難しいと分析される。個人投資家の実弾も減った様相だ。金融投資協会によると、証券市場の待機資産の性格の投資家用貯金は10日に63兆1372億円、2億ウォンで、年初より8兆ウォン以上減少したと。最後ね。飛ばしまして最後、専門家は結局コスピが反騰するには外国人投資家の
体制転換が必要だと口を揃える。しかし当分は容易ではない見通しだ。サムソン証券のチョン・ミョンジ投資情報チーム長は、地政学的問題も負担だが、米国の緊縮サイクルに対する方向が決まるまでは外国人投資家の需給改善を予断しがたいと話したと。いや、ゆかいのおとさんの、その、なんて言いますかね、こういう記事の書き方というのはですね、まあ、長いんですけどもですね、鋭さに書けるんですよね。もうズバズバズバっといいよと思うんですけど、なんか俺は知ってんねんけどなみたいな、そういうスタンスでお書きになるわけだって、ようわからんわけですけど、まあ簡単に言ってみればですね、ドルで投資してる人々がですね、韓国からどんどん逃げ出してるということですね。で、やっぱり弱さ、韓国経済の弱さってのがあります。まあ、輸出依存型、貿易依存型と言っていいでしょうかね。輸出依存型の経済でして、でもう皆さん分かってるんですよ。中国の経済がおかしくなってるわけであって、中国の経済に密接に結びついてる韓国の経済はこれからおかしくなるだろうと。だから今のうち逃げどこでという動きがですね、まあ去年あたりから顕著になっているわけです。それもあってですね、通貨のウォンがですね、じりじりじりって安くなってるわけですね。でこれは韓国銀行がですね、なんとかその維持しようと思ってウォンを買い支えているんですけども、のちょっとかなり危うい感じがいたしますね。で、ウォン安という状況になってですね、なおさらドルの人たちがですね、逃げて逃げて逃げてという状況になっているということで、まあ、ムンジェイン政権というのが今まで続きましたから、これが非常にセンスの悪い、経済的センスの悪い政権でですね、韓国経済にとってかなりマイナスの政策をやってきたわけですね。アメリカと仲が悪くなって、日本と仲がもう最悪になってですね、でそれでいて中国と仲良くなったかというと全然そうでもない、ただただバカにされているという状況が続いているわけであって、でそういう構造が続く限り、この国の経済の先行きはよろしくないやろうというふうに投資家は見るでしょうね。ただね、サムソン頑張ってるんですよ。サムソンも SK ハイニクスもヒュンダイ自動車も頑張ってるんですね。だからそれが唯一の救いであったんですけども、まあそれもですね、それだけでは今後回っていかへんやろうという感じになってきてるんでしょうね。今日も別の動画で言いましたけど、造船業界がですね、大量にロシアから取りっぱぐれになる可能性ができていると。まあ1兆円ぐらいですけどね、最大に見積もって。まあそれでもあの国の経済サイズからすると結構でかいわけでして、で今ね、世界経済はそのウクライナでですね、ロシアからの取りっぱぐれっていうものがですね、だん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 積み上がってきて、まだね大きな動きにはなってないですけど、これリーマンショックを超えますよ、きっと。きっと超えます。だってそんなリーマンってたかだか1位証券会社でしょ、アメリカの。ロシアっていうのは経済サイズで世界11位の経済サイズで、エネルギー供給国でもあります。でこれが近々デフォルトするわけですね、来月の半ばと言われてます。日本時間のですね、あさってにですね、最初のデフォルト兆候は出るはずです。そうなってくると、じわじわじわっとですね、世界経済にとっての信用収縮が起こるわけであって、こういう時にやっぱり弱いのはね、新興国なんですよ。韓国みたいな国は新興国で、対外貿易に頼って国を発展させてきているわけだって。それでいて何の強みもないわけですよ。なんかもう借り物技術でもう全部やってるし、価格競争力では中国に負けてるということで、それは中長期のですね、衰退を見越してですね、外国人投資家が逃げていくっていうのは、まあそれはまあそう、それはそうでしょうと思いますね。だからまあこういうですね、5兆ウォンを打って韓国から手を引く外国人投資家って分からないでもない。分からないでもないけど、ある程度安くなったらまた戻ってくるんじゃないですかね。買い叩くという意味でですね、戻ってくるんちゃうかなという気はしますね。この中央日報ね、ちょっと貼ってみましょうか、一回。
来週かもしれないに貼っていますけど、もしかしたらですね、後で取って上げ直すかも分かりませんけども、中央日報でございます。5兆を持って韓国から手を引く外国人投資家、株式保有率6年来の低水準にという記事をもとにお話をさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。